今から地球を侵略していこうと思います。いきなりなんなの？最近の人間って調子に乗ってると思わない？それは思う。調子に乗りすぎだと思うので、人間は絶滅、地球は侵略したいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃないですよ。何を言ってるんですか？はぁ、私の話聞いてなかったの。同じ話は再度言いたくないのよね。無駄だから無駄無駄。聞いてましたよ。衝撃すぎて聞き返したんですよ。何をギャーギャー言ってるのよ、昨夜。妹様も。人間は調子に乗ってるわよね。どうしていつもいけに合わないのにそういう時だけ合うんですか？愚かな人間を抹殺にしに行くか？待ってくださいよ。そもそも何なんですかこれ？デストロイオールヒューマンズ。いや、人間抹殺はわかりましたから。そうじゃないわよ。これがデストロイオールヒューマンズなのよ。本当にそういう名前のゲームだったのですね。ねえねえお姉様、なんで牛が緑色に光ってるの？これは愚かな人間が遺伝子操作を施して、放射性の爆発増牛に変貌させてしまったからよ。うっぱー、人間ってひどいことするのね。そんな人間は抹殺しないとね。よくわかってるじゃないの、フラン。お嬢様と妹様が同じ方向を向いている。これは相当ヤバいゲームだわ。で、その愚かな人間から殺すの？いい質問ね。まずは向こうの人間から抹殺よ。お姉様最高。もうやめましょうよ。まだ始まってもいないわ。そういえばあなたも人間ね。へえ、昨夜って人間だったんだ。どういう認識だったんですか？自分たちのしたことに報いを受けるがいいわ。この牛は爆発させちゃうの？こうなってしまったら元には戻れないからね。この爆発は私の優しさよ。お姉様ってこんなに優しかったのね。そう、今のでどうやったら優しいってなるんですか？やはり人間の昨夜には私のこの優しさがわからないか。わからないか。アウェイだわ。おっと、そこの警官私を撃ってくるんじゃない？お姉様の今操ってるこの宇宙人、結構有能ね。いろいろできちゃうわ。あんなところによく爆発しそうなものがあるじゃないの。ナイス爆発。なんなんだこのゲームは。あら、お楽しみタイム終わっちゃったみたい。はぁ、終わってよかった。なんかほっとしてる人間がいるわね。制裁しようかしら。やめてくださいよ。この人間、私に気づいたか。お姉様、あの逃げた人間は当然。血を与えるわ。どうやらあの人間をやるためには、変装して街の周回ってやつに潜り込まないといけないみたい。変装なんてしないで一気にぶち壊しちゃえばいいじゃない。ダメダメ、人間抹殺するためにはこんなところで大きなことを起こすわけにはいかないのよ。なんだかいつもより冷静だわ。っていうかなんですかこの能力は。昨夜人間に変身する能力知らないってマジ。本来ならこんな下等生物に扮することすら嫌なんだけどね。バレないためにはこれが一番手っ取り早いわ。誰かお嬢様の暴走を止めて。私は暴走なんてしてないわ。今はあいつをスキャンしてるのね。スキャンって何ですか？思考を読み取るって感じよ。これでいろいろな情報が得られるわ。やあやあ、間抜け兵隊ども、元気にやってる。何ですかその挨拶は。しかもなんかこれ。はぁ？もうバカ、バカお姉様。見破られたみたい。あの変装じゃダメなのか。ミッション失敗ですね。ほう、私が失敗したのに随分嬉しそうじゃない。そんなことありませんよ。昨夜はやっぱり人間の手先なのかしら。その可能性もあるわね。言ってる意味がちょっとわからないです。前戻ってきたわ。その格好は一人休憩してる兵隊の姿を借りたわ。今回は無事に入れたわね。間抜けどもね。定期的にスキャンしないと変装バレるから気をつけないと。周回の場所はどこなのかしらね。多分この先だと思うのよね。誰か気づかないかしら。私の変装は完璧だから気づかれやしないわ。今一瞬止まったわね。お姉様、どうやらボス個体ってのを見つけないとダメみたいよ。多分さっき走って逃げていったやつね。あいつに変装して私が話せば。悪い顔してるわ。なんかこっちに視線が集まってない。お姉様、もうこの変装じゃダメみたいよ。はぁ、面倒くさいわね。バレてしまったので失敗です。また最初からやり直すか。なんか屋根の上から始まったんだけど。チェックポイント通過してたのかしら。しかしこの変装はアウトですね。あそこに変なのがあるけど、今は無視しておくか。お姉様、もうこの変装が溶けちゃいそうよ。下にいる適当な警官に変装するとしましょうか。いや、もうあそこにターゲットがいるわね。だけどちょっと距離が遠すぎるんじゃない？確かに。ここからじゃホロボブが使えないわ。ホロボブっていうのが変装の技の名前なのですね。ピストラクトってものを使うと他の人間の気を引けるみたい。本当だ、全員こっちに来たわ。ですが市長はこっちに来ませんね。そっちの方が好都合だわ。さて、まずは警官に変身しないとね。変身したわね。あの人間ども、ここから降りたら気づくのかしら。微妙なラインね。私は気づいてほしいですよ。どうかこの世界の人間がちゃんとしてますように。よし、気づかれないわね。もう、ちゃんとしなさいよ人間。お姉様変装解除されそうよ。危ない危ない、これ解除されるの結構早いから注意しないか。もう一度洗脳するのね。貴様にはもう一度踊ってもらう。2回目は耐性がつくとかないの？そんなのありません。警官がゾロゾロと洗脳した警官に向かってるわ。さて、これでゆっくりお前の姿になることができるわ。そこの人たち、ここで大変なことが起きてるわよ。間抜けな人間には気づけないわよ。さてさてさて、レミリア・スカーレットの演説を始めるわよ。何を言うつもりなんですか？そう慌てるんじゃないわよ。このレミリア市長がビシッとバシッと言ってあげるから。この街を混沌の街にする気なんだわ。お姉様、ステージはあっちよ。もうすでに人間どもが集まってるみたいね。市
長の話を今か今か止まっているみたいで、お嬢様の話じゃないですよ。いや、人間なんてものは何を床ではなく誰が床よ。はあ、なんでこんなことに。さあ民衆ども、私のありがたい話を聞きなさい。妹様、なんで今日は止めないんですか。はあ、いつも私が止めてるみたいに言わないでちょうだい。なんかさっきの牛の話をしてるみたいですね。ロックウェルの嬢ちゃんって誰かしら。一つ前のストーリーに出てきたキャラだわ。私の登場よ。全員こっちを向きなさい。全然気づいてないわ。おい、おしゃべりをやめろ。その口を閉じてこっちを見ろ。あ、話し始めた。fellow human agricultural engineers, there is nothing going on here. Everything is normal. Carry on with your pathetic human lives. That is all. ところどころエイリアンが出てるわ。Just a cut and pick in minute. Mr. Mayor, I've lived in this town all my life, and I voted for you twice in the last election. Now I'm entitled to a goddamn answer.If they ain't nothing going on here, how come all my cows is glowing like lightning bugs? What you say to that, whippersnapper? おいおい、罪の言うじゃないわよ、田舎者が。随分言われましたね。お、選択肢が出てきたわよ。お腹が鳴って何事もなかったように振る舞う。宇宙人の関与を否定する。真実を言う。向きを装う。お姉様どれにする？ここは、これね。お嬢様向きを装うを選択。は、なんなのこの反応は。全然納得してないみたいですね。よし、このままだったらすぐにバレそうだわ。ち、まだ言い訳しないといけないの。気象観測気球のせいにする。共産主義のせいにする。観客を脅迫する。すべてを否定する。ま、これね。It assures me that whatever you may have seen was most likely the aurora borealis. Or a weather balloon. ふふ、民衆の心をつかんだわ。間抜けな人間どもな。また4択出てきたわよ。愛国者ぶる、ジョークを言う、観客をバカにする、尻滅裂な話をする。愛国者ぶってやるわ。I don't know about you, but I'm not willing to see the land our forefathers fought and died for fall under the boot of the creeping red menace. Not on my watch. は、ちょろすぎるわ。こんな簡単なら世界なんてすぐ取れるわね。これはまずい、なんとかしなくては。まだ続くのね。お嬢様、ここはジョークを言った方がいいですよ。何よ急に。そうすれば民衆の心をさらにバッチリつかめるはずです。お、そうかそうか。昨夜もようやくこっち側に来たわね。じゃ、ジョークを言っちゃうわよ。You've been a great audience. Don't forget to tip the veal and try the waitresses. And if you liked what you heard, throw me a bone and vote for me next election day. Early and often. Ba-doom-sh! は？昨夜、あなたやったわね。何のことでしょうか。私を騙すとはいい度胸じゃない。はて、何のことだか。人間の前で演説するのも飽きてきたわ。今より、抹殺を開始する。唐突に画面が変わって唐突に殺し始めたわ。ハロー、元気、人間。殺してるんですから元気なはずないじゃないですか。ビリビリしてて元気そうだわ。喜びのビリビリよ。今撃ってるのは何なんですか。これ、これは、元気になるのを助ける銃ね。下手な嘘つかないでくださいよ。こら、高い高い。人間がよくやるやつね。子供をあやすときに使うやつですよ。私から見れば全員子供よ。人間、正義ですよ。はいはい、逃げるな逃げるな。でも殺傷能力低くない。私もそう思うのよね。人間をやるまでに少し時間がかかりすぎてる気がするわ。ね、めちゃくちゃだわ。柱の陰で縮こまってるんじゃない。あと3人殺さないといけないみたいよ、お姉様。あと2人と。む、なんか爆発させることができるみたい。初めから爆発させれば早かったんじゃない？これは私のミスね。さてさて、人間はどこかしら。発見。あ、浮いてるわ。何の力か知らないけど浮いてるわ。落としちゃった。お嬢様。ま、こういう時もあるわよね。落下しても少し息をしていたわね。この距離で殺せるのかしら。無理だったわね。やはり人間は威力低いか。人間を人間に投げないでください。親玉みたいなのが出てきたわ。You'll need a new weapon to handle the Santa Modesta police force. So I'm unlocking your disintegrator ray. Try it out on the fuzz! 理解した。この親玉、さらなる人間殺戮兵器を。ビリビリより威力が高いのがいいわね。ほう、これが分解光線。とりあえず撃ってみるか。火の玉みたいなのが飛んでいくわね。あ、当たった人間が骨に。いいじゃない。さっきより威力が高いし、死んだ後に骨だけ残る演出もなかなか素敵だわ。少しすると崩れちゃうみたいね。崩れなければ家に飾ろうと思ったけど。飾らせませんよ。車に撃つとどうなるのかしら。ただただ破壊したわね。お、いいところに強そうな車両だったわ。早くそこから逃げて。ここから逃げたところで骨になるだけよ。お、この惨劇を見てまだ向かってくるとは。あ、なんてこと。お姉様、最高。もういいのでは。左下見なさいよ。あと10人くらいは殺さないと終われないわ。お姉様、任意の目標に警察車両を破壊するっていうのがあるけど。少し面倒ね。それに弾もなくなってきたわ。トランスモグってやつで弾薬を作れるみたいよ。ほう、そんな便利な機能もあったのね。よし、これで試してみるわ。
う、なんかビリビリしてる。これでダウンになったのね。お、40発も増えたわ。これなら打ち放題ね、お姉様。もはや誰も何も脅威じゃないわ。もう帰りましょう。何言ってるのよ、まだ弾薬非常な限りを尽くしてないわ。いやいや、もう十分尽くしてますから。ま、でも確かに少し疲れたわね。今日の人間殺戮はこれで終わり。そうね、今日はここら辺で終わりよ。帰りますよ。ふぅ。あら、終わりの挨拶するのがいなくなったじゃない。仕方ないわね。視聴ありがとう。チャンネル登録、高評価、コメントよろしく。Twitter も、それじゃあね。